疲れ。お疲れ様です。いや。はい。何ですか。ゆういちだよ。何です。なんでお前も YouTube っぽくやってきたね。お前打ち合わせ済みなのにお前。憂鬱は打ち合わせしてない。何？憂鬱っていうのは打ち合わせ。なの今から謝りが。あ、そういうこと？まあそれはね、自分がやらかしてしまったことだから。びっくりした。どうして？いや、びっくりはしなかった。うわ、もうなんかミオはただしの顔見て、うわ、スイッチ入ってるなってちょっと思ったから。そしたら、うん、なんか普通に。最初俺は切れてなかったよね。全然切れてなんかちょっといつものノリだった。みたいな感じで。いつものノリだったんだよね。ね、もうただしがスイッチ入ってから、うん、俺もだんだんイライラしてきたよ。視聴者の皆さん、ちょっとお分かりづらい話ね、あれなんですけど、先日、ミオと爆速のショーが、まあ、お父さんに挨拶しに行くっていう、たわいない動画があると思うんですけど、はい、あの後だな、カメラ止めて、結構、ね、で、俺も、ただしも酔っ払ったんだよな。で今から行くんで、謝罪に、ね。そうですね。うん、まあ、それから会ってねえからさ、俺家帰ってすぐもう、さっきはごめんねって言って。でもそれ以降別に会ってもないんでしょ？会ってはない。で、あ、いいよ。お互いさん、俺も悪かったねみたいなラインが来て、まあまあ俺もね、ひどかったからね。え、絶縁、絶縁以上だでしょ。持ってね、表出ろこれってこうやってやったでしょ。そうだよ、コップかとか。で、俺表出たもんね、俺も。で、俺ももうカーッしたのもね、表でも仁王立ちして、もうグー拳めっけ握りしめとったんだね。パパだって T シャツ短パンで出てたよ。ミオママが喧嘩するのは好きにしないけど、家の前も近所見えるから外で違うのやってきてっていうのがちょっと冷静になって、で解決したみたいな感じだけど、オチも止めて、もう中入ってたでしょ、オチも。好きにしろ、お前らっつって。まあそんな感じですよ。で、今から今日は勝ち込みに行ってボコボコに投げてろって思ってます。そうそうそう。あの日のことを恨みに。うん、恨みに。勝ち込みして、もう作れないって中傷。まああとはね、本人とのやり取りの中で、どちらが血だらけになるかで分かると思います。もうちょっとしたら帰るって言ってた。ただし、ごめんね。いや、なんかさ、写真がなんかメールでもちょっとあれだからって、いや、ミオに取りかそうかなと思って、取りかしてみ。1時半だったら間に合う。ちょっとあいつも次の予定が入ってるもんで、早い方がいいんだよね。うん、それは俺よ。ほんで1時15分ぐらいに行かせるわ。うん、分かった。うん、よろしくお願いします。すごい演技ですね。前からもね。さあ。行きます。腹ごしらえもしたし。準備は満タン。準備満タンじゃないよ、お前。準備満タンだよ。え、そうだな。本当に思ったのか、そうやって。え、満タンだと思ってたよ。準備だけ感じて、視聴者バレるぞ。やめとくわ、もうじゃあね。全部使ってください。ダメです、カットで。カットで。さあ来ましたよ。もう15分来たら、もう4時5分ねえ、怒られるから。あ、いやいやいや、左だ。おる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 、あれ見てみて。お、おるぞ。おるぞ。え、そっ、いますね。いました。今から血祭りが始まるのか。血祭りが始まるのか。あ、いますいますいます。バレました、絶対バレました、バレた、バレた。のんきにおったらバレました。バレました、バレました。外で待っとるやないです。いますいますいます。バレたな、バレた、たくバレて。すみません、遅れました。だって、だって、いいよ。お喧嘩したよな。今日は血祭りです。ちょっと言いたいことある。はい、どうぞ。本当にすみません。
あ、ありますよ、コーヒー飲んでも。あ、ごめんなさい、違う、今。いや、いきなり外で待ってるもん、すまんわ。あ、中だって欲しかった。いやいや、まあ、いや、この入れてる、入れてる。ああ、正しい。一応視聴者にあんまり説明してない。何で喧嘩したか。あ、そういうことか。本当に人はもらえる話じゃないけどね。あ、まあ、動画を見とるね。あの、ショーが挨拶した動画を。ああ、そう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 。で、まあ一緒に俺らがついてたんだよね。うん、ついてた。で、まあ、ここは、オチの、お前の中でパパの中学校の同級生。そう、小学校から。小学校からだから。オチも、正しいものと喋りやすいから。そう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 。で、俺はショーの保護者として、会社の保護者として、まあ一緒に行ったわけだよな。はい。で、カメラ止めてからさ、あれ止めてちょっとしてる、止めたっけ、もうやめようかってなったの、もう充電なくなってる、充電で酔っ払ってた、服の話なんだ実は視聴者の皆さんファッションね、まあ、そのでも服に用意してめちゃくちゃダサいから、いやめっちゃ可愛かったよあれはセンスがないんだよね、あれはね、あれは欲しいと思ったもん、よもそうでしょ、ばっかりじゃない、彼はそういうのが好きじゃないもんでってこと、俺は好きじゃん、でも先に切れたのどっちだった、先に切れたのっていうかスイッチ入ったのは正しいよ、顔に顔にもうスイッチ入ってた、俺はええみたいな感じだったよ、で多分そう、彼氏が怒ったことに対して言い方がどうのこうのって切れたのがお互い酔っ払ったんだね、そうそう、昔から出て、そうそう、表出るみたいな、始末りだ、表出るだよな、だけど次の日はあれだよ、この年になって昨日はごめんね、こっちもごめんねって言う、昨日あのその次の日とかじゃなくて帰りの車でもそんな感じでしたから、だけど LINE で昨日はごめんね、でも服は出せるよ、マジ喧嘩だね、マジ、ちょっとマジ喧嘩、ちょっとマジ喧嘩、いやだってもうね顔がスイッチ入ってた二人とも、お前のおしゃれの何が分かったの、俺がそれでスイッチ入ったんだな、そうそうそう、俺もなんかおしゃれだし、俺めちゃくちゃおしゃれだし、なんかファッションセンス人それぞれなのにさ、なんか自分がちょっと違ってだけで喧嘩してるだけだから、翔さんがちょっとあたふたしちゃって、そうそうそう、一番変わってたの、俺らが盛り上げなかったのにね、一番変わってたの、こういう感じだよな、俺ショー見よう、そうそうそう、ただしにこうやったからな、ここでガチガチになっててめえこらとか言って、おでめやったよねとか言って、ショーさんチラチラずっとしてるもう他っときゃって言って、いや次は絶対カメラ回せ、あんなあんな面白かったもんね、バズっちゃうよ、ありがとうございます、ありがとうございます、もう何可愛いグラスじゃん、またこのコップのセンスね、またセンスありがとうございます、それは私です、センスネーム同士始まったそうそうそう、いいじゃん、いただきます、マジです、そんだけなんだ、あるか了承写真撮るだろ、嘘だろ、嘘、そうそうそう、あ、そうなんだ、その事務所にいてほしいってだけ、じゃあまだやってきますんで、こう引き続き、あ、もしもし、いいよ、ね、ダメよ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 、もしもし、いいよ、ダメよ、急に男の人出てきたらびっくりしちゃうじゃん、邪魔だよね、お客さんも混乱してる、お前そんなこと言ったらお前悲しい電話してすぐお前もう別れろって言うぞ、でもさ、そんだけで、まあ、そんだけで別れるような人じゃないから大丈夫、そんなコメント欄が会えるかもしれんけど、俺は別れるとかも別れないって言ってんじゃん、そうやって言われたら祝福されてないって幸せじゃないでしょ、でもあなただけだんでそうやって言ってるの祝福してもらえないってことは、でも10人中9人祝福してくれてたらまだセーフ、10人中10人祝福されたら、まあでもその一人だけでも祝福してくれてるならよくないですか、そう逆にね、そう、じゃあ俺の祝福はいらんなら、じゃあそう強要、そういう意味だな、強要、強要だ、今のはじゃあだって自分が言ってきたっすよねちょっと思った、これが僕と一緒なんだ、これも最終的に表出る出るか、もうカメラ持ってるし撮影しながら、あ、いけるいける俺お酒入るとね、だんだん汗だってくるね、そうそう、それはただしがさ、タメ口でこいつが喋るじゃん、うん、でそれをちょっとじゃあ視聴者に説明しちゃったよ、こいつの関係を通常の友達じゃなくて俺より前から知る、最近ね、私のお父さんになってる、確かだって、ミオも別に昔から生まれた時から知ってる、本当はもう親戚のおじさんみたいな、そう、小さい頃の写真入手したの、ミオマジで、ちょっと見たい見たい見たい、だんだんおー、いいじゃんいいじゃん、これ出していいのかな、まあ出していいのか、モザイクかけてほしいって感じで、やついね、まあなんかお前相変わらずバカなセンス顔にセンスだね顔のセンスを感じたらいいよ、そうそう、見つけてさそうそう、めっちゃ懐かしくないこの写真、これお前映すな、ダメだよダメだよ、こんなもんダメだよ、こんな和風のさせないじゃん、ダメだって、ダメ、そんな指くわえとんのダメ、
別によ。いいわ、いいから。ガキなんだもんね。まあ、いろんなことあるだろ、お前。お前も今のショーの加えただろ。加えてるよ。ショーの加えっぱなしだろ。これ、マナ君の。懐かしいでしょ、この写真。絶対、ただしにあったら見せようと思っとった。嬉しいね。まだ前やん。20年前だもんね。20何年前だ。もう大きくなってから知っとるけど、ちっちゃい頃も知っとるけど、あれだよ。言葉遣いは別に変わっとないけど、結構敬語を使っとるしね、基本的にね。ああ、見ようか。いや、そう。普段はね。逆に。動画的にみたいな。そうそう、動画的にやったことはね。使うのはどこで使うの？使うのは、ご飯屋さんとかでも全然普通に使うし。で、こういうので盛り上がるときに、バーってなったら、っていうのは別に。っていう感じでいいですか？本当はクソ生意気なの。クソ生意気なギャグでしょ。礼儀も知らんかった。礼儀も知らんかったけど、コメントは合わせないんで。もう大丈夫。大丈夫。これでも何時間に乗ったの？この前でもその喧嘩があったから12時前に帰ったの。あの喧嘩があったらもう帰ろうって。そう、それがなかったら多分ずっと居続けてたでしょ。そうだな。その時も笑えるのが少々です。2人で喧嘩して、まあ、外で、まあ、お互いに話し合ったのに、もう仲直りして、ごめんね、みたいなお互いにね。で、俺ら外で勝手に仲直りをしようって。ミオでしょ、僕らもんね。で、戻ってて、ミオちょっと送っててくれって、俺ら2人帰るとか言って。で、オチがついてきたんだよね。そう。で、タラシが先に降りて、俺が後で降りたんだけど、一番返したのはショーが取り残されたの。いや、でも待ってほしい。じゃあ、でもそれに関しては待ってほしい。いや、ほんで、オチがめちゃくちゃいいこと言ったんだ、タラシが降りたの。ただしが降りたとね。ショーがかわいそうだもんで、俺はミオに頼んだんだわ。俺らがいないときに、またショーと、ね、うん、お父さんじゃんね、うん、彼女がおったら俺はいいなって思ったんだわって言ったら、うん、ミオがやがってることがついてきたんだわ。あ、そうだ。だから家族でミオの味方はお父さんって。もうそれ言われたら、うん。いいお父さんでしょ。娘思いの。いや、それはまあ、ちょっと、思いかどうか。そう、どういう角度、角度だよ。優しさっていろんな優しさ。じゃあ、これもでも尊重しなかん部分もあるよ。あんた、でも、あんた、人に共有。いや、一つだけ言うわ。俺以外全員間違えた。そうそう。彼が一番間違えた。違うこと角度もあるって言うんだけど、だから、こっちも正解なんだ。角度がいろんな角度が見るもんで、そう、すごいとこから見るもんさ。分かる。分かる。また見て。いやいやいや。めちゃめちゃ適当だ。また見てね、もない。皆さん、最近チャンネル登録、本当すごい。17万人超えたんで。ぜひ、皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、また見てね。帰ってください。はい、帰ってきて。